あの軍のところで経歴で帰国女子と帰国子女、はい、帰国子女で、ね、お父さん何系の仕事だったの？漁業系の会社で、あのニュージーランドで、マグロとか、まあいろんな缶詰とか。何年ぐらいだ？幼稚園から小学校、あと5年かじゃん。あ、でも東京だったらまだそんな海外から帰ってきたっていうさん珍しい、珍しがられました相当。あ、でもそうだよね。いや、みんななんかすごく転校生が来るよって、なんか英語バリバリだろうなって、みんななんかあのちょっとあのハーフっぽい人を想像するじゃないですか。それが俺が言っちゃったもんだから、みんながっくりしちゃって。え、引退式をやってるのは引退はもう2015年に。15? やったんですけど、でもその前の5年間もほとんど活動してないんで、はいはい、だから実質2010年ぐらいには、はい、あ、でも俺と一緒は、俺まだ2010年新日本を。長野さんもなかなかあれですもんね。俺もだからもう全然もう、長野さん引退はなさってない。そう、引退はしてないだけで、セレモニーやってるだけで、あ、そういう機会がなかったというか。え、まだ出られる？いや、もう、もう出れないね。そうね、あんなしんどいの。ね、もう痛くてもやだよね。痛いっすよね。いや、で、その2015年の引退試合やった時も、はい、相手があの船橋さんなんですよ。生蹴りがもうすごくて、もうそれであの引退じゃないけど、あのアバラとかにひび入っちゃいました、ね。いや、ここまでやるかなというぐらい蹴られたんで、だからやっぱりこんな痛い商売よくやってたの。本当に思いやりないよね、みんなね。うん、本当さ、みんな、ね、昔の感覚でやってくるんで、それは間違いだよね。そうですよね。いや、だからやっぱりレスラーって信用できないじゃない。基本は基本そうですね。ああ、いやだから例えば、ああ、まあ、俺なんかその三重師とかって呼ばれてるんだけども、橋本真也も武藤敬司も、はい、一番信用できない人間なんです。そうなんですか。すごい仲良さそうじゃないですか。いやだから新日本でさ、ああ、いや外から見てても、ああ、新日本プロレスってみんな信用できないやつ同士の集まりだっていう感じはしなかった。いや、でもやっぱり熾烈な競争してるライバル関係という感じはしましたけどね、その三重師っていう。三重師プラス健介、健介がなんかちょっと一段下から、こっからもうみんなを食ってやろうというのは、そういう雰囲気はもう。健介と橋本選手はね、もう健介が一方的にやっぱこうライバル視してて。そうですね。あ、それはみんな知ってるんだ。いや、それはもう見てれば分かります。健介は本当に上昇志向すごいじゃないですか。ね。